毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナーです。担当はミッチーナ。毎週ワクワクが止まりません。さあ、今週のバトンを受け取ってくださったゲストさん、ご紹介したいと思います。歌手の高橋恵美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれ、紹介して、あれ、また来ちゃったどうした、お隣にいらっしゃるのは先週のねハートバットのゲストでいらっしゃいます、センチメンタル岡田くんと根本頑張れ根本くんそこだけ覚えてるの岡田くんですね。はい、センチメンタル岡田です。1週間ぶりで当時の皆さん今日もよろしくお願いします。待ってたよってそう、実は高橋さんのねあの活動を一緒になさってたりとかして、はい、岡田くん、そうなんですよ、うん、そういうご縁で、そうですね、ピアノを弾かせていただいてます。この雰囲気ある、そうなんです、ね、高橋恵美さん、歌手って私ご紹介しましたけれども、はい、どんな歌手でいらっしゃいますか？もともとはシャンソンを中心に歌っておりまして、うん、で今は、シャンソン以外も、自分の曲、それから、まあ、戦前の歌謡曲、すごい古い曲を歌ったり、うん、結構幅広くやっております。今ね聞いててちょっと薄く後ろでかかってますけれども、うん、歌ってる雰囲気と今のお話しした感じとまた違いますよね。違いますね。なんでまたこの昭和、まあ、昭和ですよね、要するに昭和の ね初期の頃のこういう音楽に、もともとはあの音楽っていうよりはあの竹下夢二がすごい好きで、うんうん、はい、あの絵の世界というか、そう、昭和っていうか、なんか大正ロマンだよね、大正ロマンだよね、これ。大正ロマンです。これは昭和じゃないじゃんと思って聞いてたこれ岡田君あの弾いてます、レドトロの音が。そうですね、あの、まあ、ピアノっていうかキーボード的なあれですけど、いろいろすぎてつかめない情量が多すぎる、ね、練習の自分でも分かった、ね、感じからまた全然違うもんね、岡田君もね、オールラウンドな感じでやっております。また独特の世界観が本当にあるね、ありがとうございますよね。これは新しいアルバム、そうですね、はい、リリースしていただいてるんですよね。はい、7月16日に、発売するんですけども、その中から1曲、うん、春章という曲で、これは作詞、うん、作曲、はい、オリジナル作曲、はい、オリジナルで、そうですか、お芝居が始まりそう。あ、なるほど、そんな感じする、お芝居の世界に入っていっちゃった感じ、なんか迷宮な感じでいろんなドラマが始まりそう。観覧車が、ワールド、ワールド、ワールドが、ワールドが抜けられなくなっていく今日ね、その新しいアルバム、うん、あのサンプルをねお持ちいただいていて、うんうんうん、その中からもう一曲ね、うん、あの、はい、聴いていただきたい曲があるので、じゃあご紹介していただいていいですか？はい、ありがとうございます。アルバムのタイトルにもなっております、コーヒー彼女という曲をお送りしたいと思います。ほらほら、こんな世界観、ちょっと聞きましょうね。おかしいおかしい、違う、あ、歌ってくれた、本当だよ、すごい不思議、なんか入ってるの、見してごらん、後ろとの着地、おじさんがやるとちょっとやらしいな、どうしたの、衝動が違うよ、何つながるの、なんでそんなそんな話をしてたの、面白い、引き出し多いこと、アルバムのイメージをちょっとしてもらおうか、はい、入ってみる、面白い、
まあスタジオ騒然やばいです好きな世界ですこれ想像力がいっぱい大丈夫ですか、妄想の世界に、うん、今ね行ってしまいそうですけれども、違う、あなたじゃないって言ったら歌ってくれてる本当だって、きっと中にチャックの中に誰かが入ってるだろうって言ってて、本当に違うの声が、何これ、びっくりした、なんでやったの、このアルバムは、全部で何曲入り、4曲入りで、うん、7月16日に発売します。そうですね、参加してるのはあの岡田くんだけですか、あの根本くんバンドは、そうですね、あ、うちのバンドは私がだけピアノ弾いてます。私的にピアノ、 ありがとうございます。あといろんな他にもサポートの、サポートっていうか、うん、ハーモニカがタケちゃんっていう、うん、ブルースハープで作曲の曲、豪華ゲストが参加しております。はい、その方々みんな来週集まりますか。来週ですか、はい、あ、トロンボーンで増谷明人さんっていうレピッシュと、あとニュートビートでもともと吹いてた人が来週来てくれます。でアルバムにその2人は来れますか。あ、来れるかな来れる、あ、俺来れないです。あ、でも流れてた、来れます。あ、来れます来れます、シビアでないのか来たかったっす、すいません。だね、毎週でもいいよね。あ、もう本当に空いてる時。来週来れる？来週大丈夫です。じゃあ、はい、後で言いますけど、はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。長い時間を差し上げます。お、本番できた。わ、だって気に入っちゃったから。だって聞きたい。生で歌ってくれる？あ、大丈夫です。よし、はい、時々ね、狼特権であるんですよ、こういうこと。誰にも止められない。オファーです。惜しい。オファー、懐かしいね。すみません。じゃあ、ライブ後から行く？やってから行く？何時から？渋谷で何時からだっけ？いいよ、本当に今やんなくて。みんなバンドの人がいないでしょ。まあ、でも素敵な世界観ね。素敵。ね、なんかやっぱり惹かれますよね、こういう世界観って。あの音楽活動も長く なさってらっしゃるんですか。そうですね、私もともと10年ぐらいはロックバンドでドラム叩いてて、はぁ、すごい爆音のすごくうるさいバンドやってたんですけど、19ぐらいから、はい、歌い出して10年ぐらいです、こういう世界観がどこか惹かれる何か出会いがあったの。あ、いや、音楽は特にわからないですね。全然好きな音楽はまだちょっと、え、この世界観は誰のもの。あ、全部私が作ってるんですけど。だからそれを何かここの世界に行くきっかけが、あ、竹久夢二の絵の世界が大きいのかな。あと着物がすごい好きなの、その柄とかからインスピレーションを受けて描いたり。だって全然、あの、もちろんリアルタイムに生きてないわけじゃないですか、ね、だから知らないわけでしょ、本当は。知らないです ね、はい、あの、自分のイメージの中の世界っていうことですよね、はい、そうですね。うん、作ると全部古臭くなっちゃうっていうやっぱり入ってんじゃないですかおばあちゃんが入ってるかもしれない。ほら、こんな世界だもの。好きですね。あ、出してくださってるの、画面でね。そうよね、すごいな。あの、アルバムが7月にまで出ますよね、はい、なんかそれに先駆けてライブとか。ああ、そうですね、ご初ライブとか、はい、ありがとうございます、うん、7月16日にあの新宿のカールモールというあのライブハウスで、レコ発をするんですけれども、その前後で、ちょっと写真の展示もありまして、うん、このアルバムのジャケット あの写真だとか、あとはちょっと歌舞伎町 の、うん、あのすごい古い路地でディープな感じ の写真とかの展示がまた7月10日から16日カールモールと、あと歌舞伎町不夜城というお店で7月18日から、7月31日まで。長いですね。そうです、長い間展示を、 CD もそこでも販売しております。ホームページとか
ブログとかもなさってますか？はい、ホームページ高橋恵美で検索していただくと出てくるかと思います。恵美の実がよく美しいっていう字だとか多いんですけど、実るっていう字で検索すると出てきます、うん、はい、ですね。きっとこういう世界観好きな方って、うん、私たちみたいな、ね、年代の人でもたくさんいらっしゃると思うので、うん、きっと幅広い人に、ね、聞いていただけるといいですよね、はい、嬉しいです。楽しみですね。楽しみ。あ、若干一部ちょっと別の世界に私の目の前の方が行ってらっしゃるようでございますのでね。まあでも来週もお見えいただけるということで、また楽しみが見えました、はい、あの声を生で聞けるかと思う。ファンの方々、来週もぜひ、もしかしたら調整するかもしれない。何とか調整して。ライブ早めに終わる。はい。この頭に、ね、巻きで入ってる、ね、麻酔さんとトロンボーンの人も買ってる、はい。頑張れね、もう。あ、じゃあ来週の、うん、あ、そうそうそう、あのゲストね、もう一回改めてじゃご紹介しておきましょうか。はい。はい、アルバムでも、あのライチ、僕のライチという曲でも、あの吹いてくれてる麻酔明人さん、レビッシュ、うん、ニュートビートとかでも。演奏しておりました。トロンボーン奏者の方が来週はいらっしゃいます、はい、楽しみですね。またどんな世界がね展開されるんでしょうかね。いや楽しかった、刺激的な夜になりました。ありがとうございます。この世界から抜けないまま今日終わろう。それもよござんす、はい、じゃあバトンリレーのコーナー終わりますよ、はい、本日のハートバトンリレーゲストは高橋恵美さんでした。あ、岡田くんね、どうもありがとうね。本当に楽しみでした。はい、ありがとうございました。